ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様おはようございます。サスケでございます。そしてキャンです。はい、ということで今日メガネの理由は、当たった方には何かちょっとしたものあげますんで、この動画を見た後来店に遊びに来た時に、あの日メガネだった理由はって言って、ちゃんと言ってください。その時正解した人には何か素敵なささやかなものをプレゼントしたいと思います。はい、そんなわけで本日は2023年の12月18日ということで、周年まであと3日というところに迫ってまいりましたけれども、本日は埼玉県にございますメガガーデン所沢スロット館やってまいりました。はい、土平日ということもあって、それでも抽選200名近くいまして、私106番で、結構このお店にはね翻弄されてます。翻弄されてるというのが、初めて来た時ぐらいですかね、バルブレイブ行って、ボコボコに負けて、だからもうこのお店ではバルブレイブは打たんと思ってたんですけど、前回前々回とかで、あれちょっと出てんじゃんと思って、でも100番とかでも台数が多いっていうのがあってね、結構お客さんが割れるんで、前回も前回は取れたけど取らなかったんですよ。で今回も100番ぐらいで、抽選106番だったかな、案の定空いていたんで、今回はちょっと前回出てたんで、取ってみますということで、どうなるか分かんないですけども、もちろんね自分の台の単品の判別的なものが可能であればしつつ、周りの状況を見て、考えていきたいなということでございますんで、今日はとりあえずブブブからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ハローハロー、1ゲームだけ回しますね。まず1ゲームだけ回します。この1ゲーム目のレバーで今日全部決まると言ってもいいからね。ここは時間たっぷり使っていこう。30分使おう、ここに30分使う角度、こうどの角度でいくか、こうなのかこうなのか、人差し指でいくのか2本でいくのか、これでもあるし、こういうのもあるよね。左手っていう手もある、こういうのもある。あ、ダメだ、終わった、もうダメだ、これラッシュ入んないじゃん。朝一1ゲーム目にさ、レアエコを引いた台だけ打つ、当たり申したよ朝一。次こっちね、赤のイメージね、赤のイメージ。これはだから大体チェリーが入ってくるんだけど、赤なのが下段に止まれば激アツだね、 50% 当たる。赤なのを枠したね、ベスベが止まったら味方、これはダメだ。これ一応まだ強チェリーっぽいの可能性あるけど、今白文字だったからこれ弱チェリーだね。ああダメだ、赤い、赤くない、黄色い、色もわからん、あ、赤い、やりました、力力。ここ1ゲーム目に共闘レアエコを引くイメージだ、ここ共闘レアエコを引くイメージ。あ、ダメだこれ、よし勝ったな、浮いた浮いた浮いた、6000円でしょ、勝ってる勝ってる。あ、共闘レアエコ引いてない、共闘レアエコ3連続引いてホールドしないみたいな展開ないかな。ホールド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 、おお、いった、いった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 、これ4発あったらもういいんだけどね。レアエコ、あ、4発お願い、ない、レアエコ、あ、弱い、ベルディ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 、よいしょーよいしょー。ところでこれ誰ってなるよね。あ、なってた、気づいてた、あのね、俺なのよ。さあ本気出すか、私だ、これはでかいな。島で一番の革命ラッシャーだから俺。ガイモンはあっちの部でも打ってんのかな。今日狙いはモンキーターンらしいです。
え、そうなの？なんで？なんかちょっと打ってみたいとか。あ、まあ、俺もね、ちょっと打ってみたいはある。2日で17万負けてるからちょっと。あ、マジ？ちょっとこう、きついね。まあ俺もブダかカラクリで2日で16万負けたけど、直近全連役 OK。 で、これはダメだな、ミミズだな。な、これミミズだ。引き戻しなかったらやめようかな。ちょっと勝ってるし、そしたら。いや、今のマジで痛いよ。ありえる？そんなこと。行かないなんてことある？一回ぐらいさ。まあでもミミズだとすれば、相当ミミズ判別は早くというか、まあミミズ A であればね、これで、もうこれで400で謎当たりかましたらもういいかなっていう気持ちになれるし。狙ってたよ、もちろん。よし、これでミミズもまあまあ否定されたしな。これは伝説の朝だよなあ、キャン。行くぞ今日俺は。ついに設定さえあればもう大丈夫。いけるいける、来たわ。ついについに今日伝説の7000枚出せる。しゃあ、来た。いや、マジででけえ今の。惜しい。全レア曲ね。やろ。いける。いや、行く。持ってこい。よし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 。よし。ここでスーパー持ってって、いや投資が本当に少ないでしょ。300枚でしょ。てか60枚残ってたから250枚だから。2000枚出して有力感さえ切れば4でもやれるし、とにかく切る。だからもう持ってく、ここマジで勝負。これダメだったら本当にもうね、今すぐ帰った方がいい、本当に。いや、やめろ。よし、いけ。いや、いけよ。行かねえの？行け、行く行く行く、持ってくる。レア行きゃいい。キモすぎサーカス。よいしょー、力。よいしょー。よし、始まったー。あるー。いつもあれ飛ばすからさ、俺あの画面通算3回ぐらいしか見たことない。さあ行こうか。あー、オッケーオッケーオッケー。来てる来てる来てる。とにかく有利感切りね。一発飛ばせばいい、一発飛ばせばいいぞ。6ならここで飛ぶ。6じゃないか。6じゃなさそうだな、この感じ。一発欲しいな、区間切り前とかね。ここで一発100持ってくればもう本当にね。いや、もう本当にもうドライブよ。ナイス。飛んでこい飛んでこい。いや、惜しい。これでサマイはプラス1000枚になったんだけど、
1000枚超えたあたりからランダムというか抽選で有利感リセットだと思うんだよな。1000じゃ足りない可能性もあるけど、でもまあワンチャンだ、分からん。来ねえな。これでいかんかったらマジセンスない。ナイス。リゼロって。いやー、いやー、ドライブもないし、仕事角も出ないし、耐えた耐えたけどリプレイだね。でもたまにこれで終わるから、なやそれ、やめか、やめか、ノードライブで1300枚ぐらい食らって、まあ区間切っててもおかしくないぐらい、てか多分切ってるんじゃないかな、さすがに。まあ6ないしやめてもいいみたいなとこあるよね。もはやこいつ何もう6、6角出てないと打たないマン、なんかあんまり追う理由ないよな。まあ区間切って、いやだからちょっと足りてないのよ、シンプルに連チャンが。これで今2万5000円勝ってると思えば、ここから今からちょっとこう花火とかでこう今日の勝ちを盤石なものにするっていう戦略もあるよね。内蔵 V リプレイはちょっとミミズの時によくあるやつだけどね。必勝必勝すぎサーカス、ああ行くぞ、 GH なわけ、無理だ、キモ。まあまあまあ簡単だよな、もうアキラとか関係、うん、いやーどうして通せない、3回もやったのに。さすがに4連決戦連打マジでないな、決戦4連敗もない、無理じゃんなあ。おお5倍で共闘引いた、ボーナス確定。いやこれは すごいね、すごいけど本前兆だった。でもこれでしかも革命ボーナスなんで、決戦4連続の天井なんで、で1ゲーム目に共闘引けばいいんだな、すごいねこれ。5倍、ああ、はあ、革命引いたからこれでモードも A まであるから、ここはマジでラッシュ入れないと本当に本当にダメ。いやーラッシュが遠いな、ボーナス5連続ラッシュ入んないなんて、この台打ってて本当に地獄だよ。ああでもこれモードへ行くんだろうな、もうしたらやめたいわ。終了画面で四五六角出なかったらやめる。煽り来たらホールドね、ダメ。ああ出ない、おお短縮残るんだ、
あ、ボナテンと違って短縮残るんだ。へえ。いやもう残んないと思ってたんだけど、あ、それはでかいな。あと5倍も返してくんねえかな。まだ俺5倍中だったんだから。ああ、でもまあこれは多分アクセル広角から戻しただけだとは思うんだよね。え、てかこれ なんか俺レア級引いたっけこれ。あ、え、いや、あれ中だもんね。なんだこれ、あのブーストチャンスの前兆走ってるんだけど、ブーストチャンスの前兆なんてさ何も引いてないよね。だから多分その、え、でもあれって噛みつき中だったじゃん。すげえ特殊な挙動じゃない。だってそもそも噛みつきステージ中っていうか前兆中だからさ、ブーストなんて無抽選のはずじゃん。なのにこれ今帰ってきて何ブーストなの。いやそもそもだってほら200スタートしてるから100の分の前兆にいきなり入るはずなのに行かねえから何の前兆って思ったらやっぱりブースト前兆走ってたわ。このまたボーナス出てきてもいいよ、はい、このブーストチャンスはなんかおまけがもらえるのかな。え、いる B0 っている。361だ。ダメ。300何十っつったよね俺。80だから200か。2万円も使うんか。腹切りチャレンジしたいな。ああ、天井なんか行ったら絶対勝てない今回。お、ここ天井だ。戦略天井。あぶねえ。あぶねえ、マジで。違う。違う。違う。もう最低じゃなくて、ほんとイライラする。なんでホールド中にベル4連続引いてさ、抜けた瞬間にさ、あのゴミみたいな白黒。ああ、もうほんとイライラする。もう無理だこれ。今やめてもいいや。1回しから試合行ってねえよ。5時間行って。バカなんじゃない。超つまんない。日本で一番惜しくねえ。もう一ラッシュやりたいんだけど、でもこのクソ台打ちたくないんだけど、どうすればいい。クランキークレスト見に行こうぜ。ということで今日はまあ朝一抽選100番ぐらいだったんで、クランキークレストから行きたいと思います。まあ軽くクランキークレスト打って今日はそれぐらいでいいかな、うん、なんとこのクランキークレストはですよ、総ゲーム数978ゲーム、ボーナスが1回レギュラーボーナスということで、はい、レストチャレンジ羽夕方。あ、ちっさ、え、ちっさ、これもうこんな当たりだろ。え、ちっさね、めっちゃちっちゃい。遠すぎサーカス。はいはい、よいしょー。あ、ってことだよね、この目押しが甘いんだよね。よし、力大成功だね。天井狙い成功したね。ビッグ天井1000だからさ、900何歩で空いてたらそれは激アツやん。さあ楽しい楽しい、クランキーゾーンだよ。レア役完全告知ゾーン。うん、いやでも揃わないやつも。お、コンドル狙わなければあれだけ、ま、せっかくだから狙うか。ああ、跳ね。ああ、ダメだ。昼だ。まあでもちょっと広がってるよ。広がってる。よし、子役。ああ、右向いてる。
滑ったから子役、はい、あーダメか、おー耐えてる耐えてる、夕方になったけど、まあまあこの夕方も、あ羽が閉じて左向いてる、あーダメっぽい、おっつ、よし天才、まあいいでしょう、あーバカ何やってんだよ、もう集団来ねえ、これビタ押しした方がいいのかな、あやばいやばいやばい、これ揃っちゃったら、よし来ない、ビタ遅い、台無し台無しです、でもこれやる狙う意味ないもんね、赤7、あもうもうもうマジでもうほん、ああもう最低、いきなりルーレット、お霊角蹴ってるよ、青7上段テンパいって二角じゃなかったっけ、あダメか、ああよし、いいねいいね、異色ビッグ、あ、じゃあまあ押せてたな、青ならだったら目押しがゴミってことになるからちょうど1対1だな、左と右がで、こう設定したとかは何も出ないから、えリプレイじゃん、いや、うん、やった2ゲーム、鳥ちゃんですね、お、テンパイオンになった、これ2ゲーム連だとなるとか、お、回ってるよ、おー、二角、よし青上段テンパイ、でも青7が揃わなかったから、まあ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 いいでしょう、25しさ66、てんてん、あーバルブレイブなの、時間だしやめるか、41本で14000、27000負け、まあ授業料だと思えばな、もう何回通っていまだに授業料払ってんの俺、こんな学習しない生徒はいないよ、ということでおしまい。ということで午後4時時点の店内状況を最後に見ていきましょう。バルブレイブはこの角台が4000枚ですね。でそこからちょっと飛んで逆角の台がこれも4800枚ぐらいか。俺が打ってた方の島はまあ両角が一応4000枚ぐらい出てるんですけど、ただちょっとドライブの具合までは離れすぎててね、わからないと。であとこっちがまあ一応メインになるのかな、 B 缶、あ、まんま出てる台があるじゃん、この台がまんま12000、あ違うか、これは過去最高か、でもまあまんまの札が刺さってるんで多分まんま超えてますね。あとからくりとかがねこっちにあるんでね、からくりはここが3000枚、真ん中がちょっとへこんで隣が6600枚、あ肉が角が6300枚出てるね。あとは乙女が3000枚、3000枚、あ乙女がまあ3000枚ぐらい出てるか、乙女ってまあそんな出る台じゃないしね、この辺も3000、3000だから
アベレージは乙女が一番出てるように見えるね。で、ゲンが1台3000枚出てる。ということで実戦終了、お疲れ様でしたというわけなんですが、まあ朝一ブブブ行って結構いい滑り出しでございました。朝一100のゾーンで当たって革命ボーナスからラッシュに入れてスーパーまで持って行ってというところまでは完璧だったんですが、まあスーパーが12なんで、スーパー自体が9連かな、はい、でドライブ0、まあ推定有利区間は切ったんじゃないかなぐらいのところで終わってしまいまして、6000円使って1500枚持ってたんですが、まあ、その後ね、まあチャンスの自体はめっちゃうまいこと通して、ただ全部決戦と4連続決戦ボーナスで、まあ4連続の決戦からの、まあ天井的な感じで革命ボーナス引いたんですけども、結局その後ラッシュに入れることなくね、正直単品での判別がちょっと難しいな、ただ6かって言われたらきついかなっていう、まあ周りの台見てね、そんなにボコボコっていうのがなかったんで、はい、3時の時点でなんで、まあここは潔く撤退ということで、最後クランキークレストで500何十枚出て、まあちょっと戻して最終的には41本使って700枚回収なんで3万弱負けでなんとか耐えたというところで、まあ特にこのお店はね、そのバルブレイブ、まあバルブレイブだけじゃないんですけども、スマスロがその A 缶 B 缶って分かれてて、今日俺が打ったのは A 缶なんですけども、あっちはまあ 6.5 のメダル機とかがメインで、ただ分かれてるんで、結構台数の多い機種って2箇所に分かれてるんで、全体で見るのがちょっと見づらいんですよね。つまりこのお店で積もって勝つには、もう本当に周りからバンバン4、5角出てる、ドライブ飛びまくってる、今日もお祭りだぜっていう状況か、もう自分の台でサクッと6角が出るかみたいな、ただ6を積もっただけでなくプラスアルファで確定的なものがないとやっぱちょっと難しいなっていう、まあまあリスクヘッジを含めてですよ、まあ、全通するんだったら賞味何でもいいんですけども、やっぱりちょっとなんか俺の知らない情報があるのかもしれないんで、まあパチスローはね、本当に情報命なんで、はい、まあその辺も踏まえて今後立ち回っていきたいなと思います。はい、とりあえず今日は、まあ、ちょい負けでも、まあ、2万7000円の負けをちょい負けとまあ思えるぐらいの台を打ってるんですけど、まあ、ただクランキークレストにちょっと助けられたということでいいでしょう。はい、明日からまた頑張りたいと思います。ということで、そんないただきチャンネルの収録スケジュールこちらにございますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。よし、帰りましょう。お疲れ様でした。